県のお休みの時も通常の番組放送ありがとうございます。いや、お休みの日でもラジオ放送があるから私たちは楽しい放送を拝聴できます。もうこんな嬉しいメッセージいただけるなんて幸せです。ありがとうございます。そんな私は4月28日から5月6日まで9連休です。9連休ですか。いらっしゃった、こんなに近くにリスナーの方でいらっしゃいました。9連休で、この連休中は家族の大掃除をしています。年末は寒くてはかどらないんですが、今の季節は大丈夫。あ、なるほど。お休みの皆さん、いかがお過ごしですかといただきました。ゴールデンウィークに大掃除、あ、いいですね。こちら、ラジオネーム、こちらは浮雲さんやミニトマトさんから何度もいただきました。ありがとうございます。この後ニュースと天気予報の後でゆっくりと皆さんからのメッセージご紹介していきますので、引き続き皆さん楽しんでいてください。すごい勢いですね。今の時代はインターネットなどで情報がすぐに広がります。なのでクリルオイルに効果があるからこそ、どんどんクリルオイルの使用が進んでいますね。周りにある松山刑務所の作業場から自転車の男が脱走した事件で、警察は今日男を広島市内で逮捕しました。逃走の疑いで逮捕されたのは平尾薩摩容疑者27歳で、窃盗などの罪で服役していた平尾容疑者は今月8日愛媛県今治市の松山刑務所大井造成作業場から脱走し、警察は逃走の疑いなどで指名手配していました。警察は逃走に使ったとみられる盗難車が見つかった広島県尾道市に属する島向井島を中心に捜索していましたが、今日昼前広島市内のネットカフェの店員が